ローレンス・シドニー・イーグル・バーガーはアメリカ合衆国の政治家、外交官。ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で第62代アメリカ合衆国国務長官を務めた。アメリカ史上唯一の職業外交官出身の国務長官である。1930年8月1日にウィスコンシン州ミルウォーキーに誕生する。ウィスコンシン大学、スティーブンズ・ポイント校へて、 1952年に、ウィスコンシン大学マジソン校を卒業し、アメリカ陸軍に入隊した。1954年に、アメリカ陸軍中尉となった。1954年に大学に戻り、ウィスコンシン大学マジソン校、政治学専攻修士課程を修了した。1957年に、アメリカ合衆国外交公務員となり、アメリカ合衆国国務省に入省する。 在ホンジュラス大使館、アメリカ合衆国国務省本省を経て、セルビアクロアチア語研修を受ける。1961年から1965年まで、在ユーゴスラビア大使館に勤務した。帰国後に、アメリカ国家安全保障会議欧州上級部長、アメリカ合衆国国務時間特別補佐官を経て、1969年には、リチャード・ニクソン政権で、 国家安全保障担当大統領補佐官となったヘンリー・キッシンジャーの特別補佐官に就任した。その後ブルッセルの NATO 代表部参事官やアメリカ合衆国国務長官に転じたキッシンジャーに従いアメリカ合衆国国務省でいくつかの行政職を経験した。リチャード・ニクソン大統領辞任後にイングル・バーガーは公職を辞したが1977年に ジミー・カーター大統領によって中ユーゴスラビア大使に任命された。1982年にロナルド・レーガン政権でアメリカ合衆国政治担当国務次官に任命された。1989年1月20日にジョージ H w ・ H.W. ブッシュが第41代大統領に就任するとアメリカ合衆国国務副長官となり、ジェームズ・ベーカー国務長官を補佐し、 ユーゴスラビア問題では政権内において主要なアドバイザーとして活動した。ユーゴ問題におけるイーグルバーガー及び国務省の選択は論争の的となり、結果としてセルビア民兵組織とユーゴスラビア連邦軍によるクロアチアへの介入を招いたことからヨーロッパのマスコミによってセルビアのロレンスと揶揄された。 1992年8月にベーカーが大統領主席補佐官に転じた後、同年12月8日に公認として第62代国務長官に就任した。2006年1月5日にホワイトハウスで行われたジョージ・ W ・ブッシュ政権の外交政策に関する会議に歴代の国務長官、国防長官経験者の一人として参加した。 バージニア州のウィリアムメアリー大学の外部表現を務めていた。2011年6月4日にバージニア州シャーロッツビルで死去。80歳であった。元米国務長官イーグルバーガー氏死去。産経新聞2011年6月5日閲覧。ありがとうございます。